ピエール・シモン・ラプラスは、フランスの数学者、物理学者、天文学者。天体力学概論と、確率論の解析理論という名著を残した。1789年に、ロンドン王立協会フェローに選出された。天体力学概論は、1799年から1825年に、かけて出版された前後間の大著で、合体や、 流体の運動を論じたり、地球の形や、潮汐の理論までも含んでいる。数学的にはこれらの問題は、様々な微分方程式を解くことに帰着されるが、方法論的にも彼が発展させた部分もあり、特に誤差評価の方法などは彼自身の確率論の応用にもなっている。また、現在、ベーズの定理として知られているものも、 ラプラスが体系化したものであるので、ベーズよりもラプラスに橋を発するという見方も強い。国際度量行委員会の委員として、長さの尺度として、地球の北極点から赤道までの四五千個長を、精密に測量し、その一千万分の一をもって、基準とすることを提唱した。これが、後のメートルの定義の基礎となった。ラプラス変換の数学的な基盤も作っている。 1780年に自身の著作で発表した。後に電気技師フリバーヘビサイドにより回路方程式を解く手法として経験則的に再発見され、汎用的な微分方程式の解法の一つとして広く利用されるようになった。1950年代にはラプラス変換を利用してシステムの入出力の関係を記述した微分方程式から、 伝達関数を求め、システムを解析、制御する古典制御論の理論構築が行われ、産業界において主流の制御方式であるピッド制御へ発展した。他に、ラプラスの性運説などで知られる。ラプラスの名前にちなんだ用語として、ラプラシアン、ラプラス方程式などがある。数学上の偉大な業績には遠く及ばないが、ラプラスは、 政治家としても活動している。1799年、ナポレオン・ボナパルトの統領政府で1ヶ月余りの短期間ながら内務大臣に登用され、元老院議員となり、王政復古後は、ルイ18世の下で、貴族院議員となった。決定論者である。これから起きるすべての現象は、これまでに起きたことに起因すると考えた。 ある特定の時間の宇宙のすべての粒子の運動状態が分かれば、これから起きるすべての現象はあらかじめ計算できるという考え方である。この考え方は、決定論の中でも特に、すべての事象の原因と結果は因果率に支配されているがゆえに、未来は一意的に決定的であるとする因果的決定論の典型的なモデルである。一方で、 ラプラスの死後登場した、量子論の考え方には、コペンハーゲン解釈が正しいとするならば、この考え方は成り立たないとする批判がある。ラプラスの言う、ラプラスの悪魔とは、ある瞬間におけるすべての物質の力学的状態と力を知ることができ、かつそれらのデータを解析できるだけの能力の知性の存在を仮定した、空論上の概念的存在である。 岩波数学辞典481ラプラス P1585 ラプラスピエールサイモン、マルキスでラプラス。レコード、ザ・ロイヤル・ソサエティ、2012年3月28日、閲覧。ラプラス、解説内、位相質。ピエール・シモン・ラプラス、確率の解析的理論、1812年。ありがとうございます。